はい、どうもタクタクです。寮部やっていきましょう。さあ、美術室に行けばいいのかな。美術室へ行きましょう。もうね、くすぐり系だからもう読むことが多いってことがね、わかりましたからね。美術室どこ？ここ見ちゃダメだ。危ない。ここ見ちゃダメだからね。ここか？あ、来た！行くぜ。あれ？あ、そっか。美術あれだ。別に美術室の鍵を手に入れたわけじゃないんだ。でも、どこだったっけ？理科室だ。理科室。あ、待って。でもね、まだ調べてないよ、ここ。いろいろ。ここね、まだいろいろ調べてないのよ。これ読まない。外国語の本が並んでいる。地図。図鑑。包丁さん、ヘルプミーという題名の本がある。ヘルプミー。包丁さん一回やってみようかな。包丁さん一回やってみたいよね。ここか。特別教室。あれ？理科室どこにあるの？こっちが理科室っぽくね。あ、家庭科室。あれ？理科室？ 1 階？理科室って1階にあるよ、大体ね。なんか。ほら。なんでなんだろう。なんで理科室って1階にあると思う？わかんないよね。俺もわかんないもん。あ！人体模型には近づくなって言ってたけど、近づいちゃったよ。ジャンガ。アホか、俺は。はい、調べましょう。なんでこんなところに人体模型が。あ、なんかブイーンになってよ。な、なに？あー、やばい！脳がいきなり人体模型に破壊締めにされた。力を込めてもがいているも、ほとんど動くことができない。ちょっと、いきなり何？そして、人体模型は片腕でナオの両腕を押さえ、もう片腕で体にスススッと触れた。ひくく、ひひひひ。やばい。見てみんな、下。人体模型にいかがわしいことをされています。ズワズワとした感覚に思わず声を漏らすなお、あばらあたりでピタリと止まる人体模型の腕。抜け出せずなら、今しかない。そう判断したなおがその場を離れようとした瞬間、人体模型はなおのあばらをくすぐり、ぐりぐりとくすぐり始めた。くひゃはははははは。無理ひゃはは。今日もこんな感じなんですね。とにかく、笑わせられてると。反射的に脇を閉じようとするも、人体模型の力を強く思うようにくすぐりから逃れることはできない。は、あ、俺この表情がね、好きです。変態か。はなひゃひゃ。やだ、やだ、あひゃはは。強いくすぐりに、刺激にくねくねと体を、のけぞらせ、笑うことしかできない。なお、脇腹やお腹を撫でられ、ゾワゾワした感触があばらや脇をぐにぐにとくすぐられると、どうあがいても逃げられないくすぐったさに、なは大笑いしてしまう。くすぐったいってば、やだ、うぐひ、あ、ふわはははは。大きな声で笑いながらもだえるなおだが、人体模型のくすぐりは続く。なおには予測もつかないランダムな刺激が、脇周辺を集中して襲う。ふひゃ、やだ、ちょ、ま、あは、あは、あは、これ、でもなんか逃げられそうだよね、これはね。右へ左へ殻をよじるもくすぐりから逃れられない。でも逃れられそう。人体模型だよ、だって。この子の、やめろ、おい、ひゃ、ああ、あかん、いやいやいや。生地、ゆるい拘束のためか、多少暴れることができるのだが、今はそれがあだになっている。動くことで体力を消耗し、どんどん抵抗が弱くなる。なお。え、どういうこと？2時間後。2時間も？で、ひひひひひひひ。ぐったりするまでくすぐられ、疲労困憊のなお。しかし、人体模型のくすぐりは終わらなかった。体力を消耗させられ続け、もはや意識が落ちそうになると、くすぐりが少し弱まり、そしてまた強くくすぐられる。これを何度も何度も繰り返され、もはやなおは人体模型にくすぐりおもちゃとして扱われていった。誰か、だずけ、ひひひ、あ、ひひゃが、ひひひひ。やがてなおが声を上げなくなるまでくすぐりは続けられた。次の日、笑顔のまま衰弱したなおが発見された。待って。このダメなのね。結局逃れられなかったわけなのね。人体模型には近づくなって言われていたけど、やっぱりこれは回収しなきゃいけないフラグだと思ったわけですよ、僕は。なので近づきませんもと思ったら、バケツの裏に鍵が張り付いてあったわ。あ、この美術室のがありましたね。
鏡の前では何もしなくていいよ。あ、何もしなくていいんだ。なんか優しくなってきた、だんだん攻略が。こうなんだ。なぜこんなところにアルコールランプがあるか不明。得体の知れないものが入っている。火には十分注意しましょう。あ、はい。ロッカーの中にはモップが入っている。たくさんの薬品が並んでいる。怪しげな薬品が並んでいる。これもういいんじゃない。美術室行こうか。なんかもう良さそうだよね。美術室行きましょう。意外と早かったな。で、美術室どこだったっけ。こっちだったっけ。さっき行こうと、あ、ここ違うんだ。ここあれだ、まだ2階だ。3階にあるんだ。3階に行きましょう。美術室、あ、びっくりした、忘れてた忘れてた忘れてた。いたのね、君もね。はい。あ、そう、あれあれ、どっちだったっけ、こっちだったっけ。あ、ここか。はい、鍵開けた。で、筆は触れちゃダメなのね。分かったよ。筆は触れちゃダメ。木くずが入っている。使ったものは片付けること。絵画本が並んでいる。本の間にメモが挟まっている。人体模型はよく調べて。いや、ダメだよ、調べたら。調べたら、えらいことになる。治療用のテレビだ。え、調べても いけるってこと？どういうこと？不気味な人物画だ。こういうのの裏にお札とか貼ってあったりするのよね。あれ？何かある？あ、来た！保健室の鍵ゲット。こんなとこに隠してたのね。ハンマーを手に、あ、ハンマー？ハンマー？電気のこぎりの刃がむき身で置いてある。危な。彫刻刀なんかがたくさん入っている。これで何をするんだろう。ハンマーでこれ調べちゃう。でもそこら辺にあるような筆だ。あんま筆を調べちゃいけない。どこでもあるような筆が転がっている。あ、でも大丈夫だった。よくわからない絵だ。パレット、ただのパレットのようだ。あっ、やばい。突然ナオの体が動かなくなった。何かに拘束されているわけではないが、力を込めても体がプルプル震えるだけで動くことができないのだ。くぅ、なんなの。来たこれ。はい、もうわかりますね、皆さん。くすぐられます。ひぃ、近づかないで。そう、ナオに近づくもの、それは筆だった。筆がふわりと浮き上がり、ナオに近づいて、え、これ溶かされる。ダブル攻撃、ダブルでこちょこちょされる感じ。じりじりと近寄り、そのふわふわの毛でナオの耳をスススッと撫でるようにくすぐった。ゾワゾワゾワ。あ、なんか今回はちょっとあれだね、マップが可愛らしいね早い動きが。クークヒクークークーク。突然のくすぐったさにナオは肩を縮こまらせる。ナオの顔とかビクンビクンと跳ねた。ゾワ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 。いや、うん、ヒヒヒ。ちょっと皆さん、もう僕ね、読むのがね疲れたので、皆さんちょっと読んでください余すことなくふわふわの毛がくすぐっていく。ダメだって、クキヒヒヒヒヒ。でもう各自読んでね、うん、スススススそして普段なおの服の中に袋の中に侵入した。二の腕、脇の下、腕がそれらの部位をスリスリとくすぐると、なおが想像できるラインをはるかに超えたくすぐったさが電流のようになおに伝わった。うひゃ入ってこないで、ひゃこれもう各自読んでくれね。とにかくくすぐられ、このくすぐられは今回は脱出できるのかどうなのかっていうねことですよ。だからやめ、ひゃくひゃはははは。こしょこしょし、こしょこしょしないでが可愛かった今。脇の、違う、肺の中の空気をすべて持っていくかのような大きな笑い。いや、こんだけ大笑いしてみたいな。でも久しく大笑いしてないわ。だから泣くほど笑いたいね、たまには。泣くほど。ふわふわの毛がなおの上半身を埋め尽くすほどくすぐり回す。いい表現だね今のは。息が、あはは、息ができない、いひひ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 、酸欠状態となっていく。これはまあ生きてるパターンかな多分ね。溶けないもんね。服が溶けていく表現がないもんね。あ、分かんない、待って、大丈夫かこれは。こうもゲームオーバーなのかな。こうして筆にくすぐりはなおは気絶するまで続けられる。
そして目覚めるとまたくすぐりの毛あ、気絶くすぐりね。あ、一晩中くすぐられた結果、なおは正常な精神を保てなくなり、キラキラと笑う灰になってしまった。はい、もうとにかく七不思議に絡むことは全てゲームオーバーになります。これはわかりましたか皆さん。なので、ここはもう出て保健室に行きましょう。はい、保健室に行きます。こう保健室に行く前にさ、なんか裏にあるみたいな、なんか長いものがないでも取れなさそうだよね。なんかどっかに長いものないのかな。職員室、あ、待って、保健室こっちか、トイレの横か。はい、保健室行きまーす。保健室、あ、なんか人形みたいなのが置いたんだけど、記録しておこうか。保健の先生が、これは大事だけど大事じゃない人形なのよと言っていた人形だ。正直不気味ではある。え、保健の先生超怖いんだけど。これは大事だけど大事じゃない人形なのよ。大事だけど大事じゃない。あ、確か身代わり人形とか言ってた。なんかすればその人の身代わりになってくれるとか。あ、そうなの？なんか資料ない、どっかに。あ、身代わり人形の作り方。身代わり人形は基本的に人型のものを作ります。その方がより効果は高いです。また手縫いのものの方がさらに効果があります。そんな効果があるのね。身代わり人形はそのままである程度の効果はありますが、効果を高めるには以下の方法があります。常に持ち歩く。血や爪や体液などを人形の中に入れる。念じる。結構条件が厳しいわね。これらのことが難しい場合は、普段身につけているものを人形に入れることでも一定の効果は期待できます。普段身につけているもの、ペンとかヘアピンとか、それならカバンに入ってるけど、ていうかなんでこんな本が保健室に。確かに保健頼りが入っている。これ持ってけないのかな。これ持ってきたい。作んなきゃダメ。バラバラにちぎられた紙が入っている。これ何、石鹸みたいな。これだ、なんか身代わり人形でなんかこなせるやつとかもあるんじゃない。体重計だ、乗りたくはない。いろいろあるな。新品の上履き、上履き、これはバケツの中には水が溜まっている。制服、あ、保健室になんか替えの制服がね、あったりなかったりするっていうとこもあるんでしょ、わかんないけど。このベッドを調べるのが一番。おやすみ。ダメだ、調べられないわ。暗くてよく見えない。あ、暗くてよく見えない？スイッチ。あ、光るものが必要ってこと？違うわ。あ、あ、待って、俺、なんか、持ってるわ。そういえば。はたき。はたき持ってるわ。やたら長いはたき。なんかいつの間に手に入れてたんだっていうぐらい。これで、あ、何年何組だったっけ？思い出せないよ。思い出せない。2-1どうだったっけ。こう来てここじゃなかったっけ。ほら、これで、はい、ロッカーの後ろに何かあるようだ。この先で奥のものが取れそうね。うーん、特別教室の鍵。よし、覚えといてよかった。特別教室に行きましょう。どう、びっくりした。お前すぐびっくりさせんなぁ、お前。美術、あれ？こっち？こっちなんだっけ？こっち倉庫だったっけ？なんだったっけ？もう記憶力がない。あ、倉庫か。倉庫か。特別教室どこだったっけなぁ。ここが？図書室。うわ、こっちかな。こっちはなんか家庭科室だったような。あ、音楽室か。え、どこだっけ特別教室って。ここか。あ、ここだ。もう迷った。はい、開けた。あ、コンピューター室のこと。ゴミ箱の中にメモが入っている。怪しいロッカーは調べちゃダメ。え、すごい調べてる。さっきからオカルト部の資料を見つけた。そういえばここってオカルト部の部屋だったわね。そうなんだ。コンピューター関係の方が並んでいる。オカルト部の、じゃあ読もうか。オカルト部資料、役に立つかもしれない。オカルト部資料、
種別学校編、なんだっけ、学園には大丈夫か、七不思議があるが、その七不思議の対処法を調べていくうちに、ん？なんて読むのこれ、があるように見えてきた。理由として実際の噂と対処法が噛み合わないということだ。例えばトイレの花子さんの場合は、花子さんに釣られる前に花子さんをくすぐればいいというものがある。理由は花子さんはくすぐりに弱いからというものが最もらしくついてはいるが、やり返すや殴るなどの攻撃ではなく、くすぐりという手段一つに限っていることに筆者は疑問を抱いた。もしかしたら、なんだっけ、急に急に読み方がわからなくなったぞ。百日後なんだっけ、あ、料理学園の七不思議をもう一度調べ直さなければならないのかもしれない。はい、オカルト研究部部長により固く、七不思議は直接調べてはいけないと、厳命されている。これは本当にこの学園に被害者が出ているためだが、一度ぐらい試してみようかと、今度案を出してみようと思う。はあ、これトイレの花子さんはどこに出てくるんだったっけ。ロッカー見ようか。掃除機が入っている。静かにしましょう。あ、はい、最近買い直された PC だ。おー、 PC ちょっと調べようか。なんもないね、でも PC はね。これ花子さんのとこに行けっていうフラグか。これは花子さんなんだったっけ。花子さん確認しよう。3階の女子トイレね。3階の女子トイレの一番奥の個室に入り、花子さん遊びましょう。わかりました。3階の女子トイレ。3階の女子トイレってどこだ。3階ここか。3階の女子トイレ。ここ何階。あ、ここが3階か。あ、ここ、次だ。ここが3階、はい。3階の女子トイレの一番奥の個室に行って、ここがトイレの花子さんが出るっていうトイレね。トイレの花子さんの階段を行いますか。あ、もう行おう。はい。行いました。花子さん、遊びましょう。入った。くすぐればいいんでしょ。いないよ、誰も。何も起こらない。あ、来た！くすぐれ！いけ！くすぐれ！トイレの花子さん。確か花子さんはくすぐりに弱かったはず。やられる前にやる！こしょ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 。キュッキャッハ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 ッ。キャッハッ、いや、あかん、くすぐり、ハッハッ、いや、やだ。起きると、なんとか、退けた。ん？出た。なんか意味あったんこれ。え、これな、これ、なんの意味があったんですかこれ。あんまり入りたくない。何の意味があったっけこれは。え？なんかあるのこれをすることによって。え？なんもないよ。わわ、ちょっと俺積んだわ、軽めに。どこ行けばいいかわかんないもん。彫刻用のハンマー。これで何かを壊す的なこと？なんかあったっけ？なんもないよね。あ、この子。あ、待った。これじゃね？あ、違う。すげえ。今もう、あ、完璧にこれだって思った。これ、じゃ、この子じゃね？これで、悪霊退散みたいな。あ、違うんだ。え、どうすればいいんだ？このお札聞くのかな？わからないね、もうね。はい、じゃあ今回一旦この辺で終わりたいと思います。ちょっと可能性としてはね、このお札は多分何かに使うんでしょう。このお札をちょっとなんか使ってみたいなと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あと、チャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと、最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。
パソコンの方はこちらのボタンをクリック。スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。